いいから履き替えなさい。パンツは濡れてないか？ウェドラム！でも脱がなきゃ気持ち悪いだろう。ほら、洗濯してやるから。はぁ、で何言っとるのだ。今さらそなた初日からパンチだったではないか。とにかく見るんじゃねえ。隠れとけ。しかしユーサ、この魔力の気配ただものではないぞ。いや、久しぶりだな。会えて嬉しいぜ、マックス。いい加減話せよ。何しに来た？共に戦ってくれ。お前がいればレオを止められる。お前が王国軍に加われば共和国との戦いもすぐに決着がつくだろう。俺は引退した身だぞ。やれやれ、帰るか。肝を冷やしたぞ。まったく見たぞ動画。すっぽんぽんの女の子と鬼ごっこしてたじゃないか。なんで魔族の女と仲良くやってんだよお前。勇者、魔族と根っこの人類の裏切りなんてことが知れ渡れば、レオと同じように逆族に認定されるかもしれん。すでにこの中に魔の気配が立ち込めていることはお見通しなんだよ。開けたけ開けない。マックス、お前この部屋に暮らしていて何か変なことはないのか？なんだってことないだろ！こんなどうしたんだよ急に。顔色えぐいぞ。大丈夫か？今日は帰ろう。シャーリー！嘘だめよこれ。帰ったか。危ないところであったな。お前、フレッドに何かした？奥の布団に隠れておったのだ。世の見事な隠遁術のおかげで事なきを得たな。フレッド長官、どうしました？大丈夫ですか？でももうあの家には行かない。長官、自分でも足動かしてもらえます？これで全部か。危ない！どうせインチキ僧侶だよ。この粗悪品を高く売りつけて信徒たちから金を巻き上げてたんだ。町を丸ごと守れる結界を張れるなんて大したやつだよ。一緒に行かないか？ん？俺はマックス、お前は？フレッドだ。